皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。私たちの車中泊では家電製品をよく使います。炊飯器でご飯を炊いたり、電気ポットでお湯を沸かしたり、 IH クッカーで調理をしたりしています。そこで必要となるのがポータブル電源です。今回オールパワーズさんよりポータブル電源 R1500 をご提供いただいたので、その実力を見ていきたいと思います。それではスペックを紹介します。オールパワーズ R1500、 定格出力は 1800W、 瞬間最大出力 3000W、 容量は 1152Wh。 出力ポートは USB のタイプ A が2口、タイプ C が2口、 DC のシガーソケットが1口、 AC が4口です。それから上部にはワイヤレス充電が2口あります。最大11台のデバイスで同時に電力を供給することが可能です。家庭用の 100V 用の充電ケーブル、それからソーラー用の充電ケーブルが付属します。シガーソケット用のケーブルは別売りになります。そしてこちらはなんと、もう1台同じ機械があればこちらを使って2台をつなげることができます。2台のバッテリーをつなげることで何が嬉しいかと言いますと、重さですね。 2000Wh クラスのポータブルバッテリーですと1台で30キロ近くあると思います。そうすると持ち上げて車の中に運ぶというのが1人では困難になります。2人の作業になります。ところがこのバッテリーですと重さが 16.7キロ、1人で楽々持ち運びができます。この差は大きいと思います。そしてこちらはリン酸鉄リチウムイオン電池を使っていますので、充放電サイクルが3500回以上ということで、毎日使っても10年近く使えるということです。そしてこのバッテリーには UPS 機能がついています。通常使うときにはこちらの充電側の口を家庭用のコンセントに差し込み、そしてこちらの AC の口からパソコン等のケーブルにつなげば、通常時は家庭からの電源をそのままスルーしてパソコンに電源を供給します。そして不意に停電になった時には瞬時にこちらのバッテリーが駆動して、こちらから電源が供給されるということですね。そういった機能がついています。それから保証体制としては5年間の保証がついています。そして日本国内での修理が可能で24時間体制で対応しているということです。はい、道の駅にやってきました。この声、嬉しいの、ね、連れてってくださいって。はい、じゃあ道の駅に着いたらマロンの散歩をします。そしてトイレを確認してくるんだよね。はい、じゃあトイレのチェックしてきます。はい、はい、綺麗なトイレでした。まだ11月下旬なのですが、ここの道の駅のコンビニにこちら地元産のみかんが売ってたので買ってきます。はい、はい、すごく美味しいのね、ハマ、うん、ってます。はい、はい、大ファンなんです、ここのみかんの。はい、行ってきます。こっちのやつがずっと出てたんですけど、うん、小ぶり。こっちは終わりってさ、今度こっちに変わったみたいで。あ、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。かかっちゃんね、はい、買ってまいりました。はい、後で食べ比べしてみます。はい、お散歩から帰ったら足を拭きます。冷たいってやんなかったね。そんな冷たくないのかな。うん、よかったね。はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。では荷物の移動をします。は
い、完成です。はい、じゃあ食事の準備をします。ないよ。無洗米1号です。はい、少しこのまま置いときます。はい、マロンの餌を先に入れちゃいます。マロンはお腹がすくとちょっと吐くんですね。ゲーゲーゲーって、はい、ちょっと待っててね。お利口だね、ちゃんと座りしてるんだけど。ロン君、はーい。はい、どうぞ。はい、調理の間、携帯を2つ充電します。現在 100% です。4W から 5W ほど出力してます。鶏のひき肉です。今日は鍋になるので、つみれを作ります。アイラップに入れました。適当です。ちょっと鶏のスープを作ります。はい、手羽元です。はい、コンセントを挿します。まだね、マロン君、はい、匂うんですよね、はい、これすごいね、ホコリが入んないようになってるの ね、 ね、うん、すごいすごい。はい、いきます。 IH クッカーが600W、はい、で現在600前後ですね、うん、出てます。家で切ってきた鍋に入れるネギを今みじん切りにします。で揉みます。換気扇をつけます。開きました。しばらくこのままにしておいていいんですけど、はい、マロンはカリカリを残してたので今ふりかけをかけてあげました。一応で食べてます。はい、じゃあ卵入れます。はひたすらもみもみ。多分卵の量が多いと思うけど、まあいたということで。この間一人車中泊をした時に豆腐の水開けようと思ったらビヨーって出てきたので、今日は歯磨きで使っている排水溜めとくやつをちょっと利用します。こんな感じ。納豆好きだからマロン豆腐好きでしょう、ね、はい、どうぞ。おいしい、おいしいね、おいしい。初めて食べます。うん、初めて食べるかも豆腐。よかった、よかったね、よかったね。はい、今日のお鍋は水炊きです。私たちの地方の水炊きというと昆布でちょっと出汁を取った中に野菜入れて鶏肉入れてみたいな感じ、それをポン酢で食べるみたいな感じだったんですね。だけど九州の博多に行った時に水炊き専門店に食べに行きましたら、そのスープが白濁している、もうスープそのものに鶏の出汁が凝縮した感じでもうなんか入ってて、その中にあの野菜とか入れて食べるのに驚き、そしてものすごく美味しくて、それ以来スーパーを探してはそういうスープをまず先に入れて水炊きを作るようになりました。ということで今日は熊本産なのですが赤鶏の濃厚鍋スープというのを使いたいと思います。これです。買った理由がコラーゲンもたっぷりというところに魅力を感じて、
購入いたしました。はい、じゃあ入れてみたいと思います。裏すごいトロトロ、すごいでしょ、コラーゲン、コラーゲンだ3倍濃縮ということなので、水、お湯をこの量の3倍入れてる形になります。目分量でしたかもうこれだけで美味しそうでしょ。うん、美味しそう、ね、はい、じゃあご飯炊き始めます。炊飯器も追加、追加です。はい、できました。現在650前後ですね。残り 70% です。頑張れ。今までは片方終わってから片方やるみたいな形を取ってたんですが、うん、はい、このポタデンだったらば両方一緒に、うん、余裕だね余裕だね、はい、できますね、はい、これもう少し上げてみてもいいかな。今 IH クッカー400ワットなんですけれども、はい、はい、じゃあ500にしてみます。なかなか沸騰しない。はい、190ぐらい。あ、でも沸騰してきましたね、うん、はい、こっちも沸騰してきました。本当はアクを取るんでしょうけども、うん、アクも旨味ということで、はいはい、このままいただいちゃいます、はい、どう見ても緩いけどね卵がね分量倍だからね、うん、大きい玉で、はい、うん、よし、いいことにしましょう、はい、早速いい感じよ。はい、お水だった。大げさに言ったのは水でした水事件があったからですよね我が家はいつでも飲めるように水飲みをセットしてます。じゃあ一回つみれを回収、あとスープとね、うん、じゃあ野菜を入れます、はいはい、白菜の芯のところ先に柔らかいところに入れちゃいます。入れてちょっと揚げます。ちょっとこれか、えのき投入、ネギも投入、なぜか水飲み何か失敗してなんかくださいしてるし一番前の席にいるし、なんかもらえると思ってるよね、絶対ね、うん、おいしかったね、いいね、お豆腐おいしいよねじゃあ、出来上がりましたので、はい、いただきたいと思います、はい、まずは乾杯、乾杯しましょう、ということで、はい、今日はアサヒドライゼロです、はい、おいしそうだ、おー、あ、はい、お疲れ様でした。うん、うん、美味しい。ご飯できました。はい、ご飯できました。保温状態になって、はい、今 IH クッカーは100ワットで保温してます。5ワットまで下がった。ね、IH クッカーは多分100だと上がったり下がったりで保温だからね、うん、はい、残り 47%、 はい、明日の朝ごはん大丈夫そうです、うん、大丈夫そうですね、はい、はい、人参は多分ね、もうちょっとしないとダメかもしれない、はい、いただきます。はい、じゃあ白菜から。美味しいんだこのスープが、うん、うん、ちょうどいいかも。はい、ではまずはスープから。うんうん、うん、でも博多で食べた時のあの白濁した鶏白湯のようなではないね。ちょっとね、ちょっと透明感あるよね。あのこれにちょっと塩足して麺入れたら美味しい塩ラーメンって感じ、うん、はい、美味しいよ。はい、野菜いただきます。うん、ずっとハマってるすもやしねまた水炊き食べたいよね。ね、もつ鍋も食べたいな
九州行きたい。子供の頃って、まあ小学生、中学生の頃ってどんな音楽聴いてた？子供の頃ね、小学生の頃にザ・スパイダース中学生でザ・タイガースあ、はいはいはい、タイガース。そんな感じだったかな。ちょうど中学の頃がグループさんが全盛期だったね。まさに5歳年下のママは、小学生の低学年の時に、タイガースの映画を見に行ったの。父親に連れてってもらったのかな。タイガースが出演してて、歌ってるの。何の曲だったかな。あの頃はもう、花の首飾りとかね。小さいの、バウンド。よく出てくるね。で、そのあたりから、テレビでも歌番組みたいなのなんかやってたんだよね。で、見るようになって、中学生の頃か、それとも小学校の高学年の頃か、あの、明星と平凡みたいなのが。はい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 。と、中学生になったのかもしれない。歌本がついてる。そう、歌本、そう。はい。で、歌本見ては、まあ曲も覚えたりとか、で、初めてコードネームというものをそこで知り、ギターコードはあったよね。で、たまたまうちにあったギターコードでこう、始まった。ギターも始まった。で、ピアノでのコードネームをなんかどっかでさらったんだな、きっと。どっかで覚えたんだね。そんな感じだったね。私、中学校の頃は、井上陽水とか。陽水。あ、そうね。よし。これ豆腐ですよ。美味しいのね。美味しいね。もっと食べる人。もっと食べる人。はーい、したの。もう一回やってごらん。もっと食べる人。はーい。ああ、なの。待てよ。待てよ。視線をね、こっちの方にしてね、見ないようにして、手、あの、足につきましたけど、今。なこと言わない。言わないで、早くくださいよ。くるってしてごらん。くるって。くる。自分のくる狭いのに。はい。はい、ありか。はい、どうぞ。美味しいね。またこの手。頂戴しの。頂戴なの。スピークもしよった。かわいいよ。はい、顎。鼻。これいこう。何かおしまいね、最後ね。こうだから、あげる。はい。はい、ごちそうさまでした。できた？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。手が出た。ごちそうさまでした。大変だよ。匂いますか？匂いチェック。大丈夫。大丈夫だわ。じゃあ、こっちは？匂いますか？何その手は。匂いますか？くださいだわ。それどこじゃない。お豆腐大好きになりましたって、はい、では恒例のというかいよいよこの季節がやってきました。はい、第みかん食べ比べ大会。はい、じゃん。ということで今日用意したのは先ほど購入しました、はい、ここ道の駅に併設されているコンビニエンスストアで売ってる地元産のみかん、こんなに入って350円。タイ。みかんといえば、和歌山県。和歌山県の有田みかん。これもですね、地元。茨城県人気ナンバーワンスーパーの全日食金砂郷久米店。久米店のみかんです。398円。美味しいんです。これが。これが美味しい。これがね、もう地元でナンバーワンです。と勝手に私たちは思っています。はい、なので、はい、食べ比べてみます。はい、じゃあまず地元のみかん、はい、どうでしょう。これはどうでしょう。いや楽しみだわ。皮が薄そう、はい、どうぞ。はい、
はいはい、わかりました。じゃあ次、和歌山枝みかん。はい、いきます。もう一回食べません？もう一回、もう一回いきます。物によってさ、なるほど、甘いのとね、甘くないのと、なるほど。何キックしてんのよ。はい、かわいい、かわいいけどさ、それやんないでくれる？あ、これはね、硬いよ。おお、やっぱり物によって違う。痛い痛い痛い、これ硬いよ。大丈夫かな、ちょっと選手悪かった。はい。いや、当たったから、ね。はい、行きます。じゃあこっちね。じゃあまずこっちから。地元さん。あ、これ柔らかいね。ほう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 。ほうほう。はい。はあ。マロンがどうよって顔してる。どうよ。ねえ。これはね、いきますか。せーのですよ。これ全然違う種類のみかんって感じなんだけど、はい、好みの問題で、じゃあいきます、はい、せーの、こちらだね、やっぱりね。やっぱりこっちだね。あのね、甘いのね、とにかく甘いの、圧勝ではないんですよ。バランスで言ったらばもう圧倒的に甘い。そう、もうちょっとほんのちょっとでも酸味があったらもう圧勝なんだけど、でも甘い、めっちゃ甘い、糖度が甘い、すごい、これは甘い。すごい。地元産のは酸っぱ甘の、そう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 、でも本当に酸っぱいじゃないのね、いいの、酸っぱ甘い、そう、ちゃんと酸味もあっていいんだけど、ちょっとバランスからいくとちょっと甘みが少ないかなってとこだったかな。こっち食べちゃうとね、こっちだけだったらば、いや美味しいみかんで終わっちゃうんだけど、そう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 、バランスっていうか、あの要素はちゃんと入ってる、甘みと酸味とが、もうこっちはもう圧倒的に甘み甘みが押してる。甘い、すごい甘い、これはもう手がベタベタになる感じ。そうなのね、あの剥いてるところからこうなんかつゆがうわーって出てきてね、ベタベタって。あのね、ここのスーパーのね、多分バイヤーさんがいいんだな。うん。どれ食べても美味しいね、もの。以上。はい。みかんの食べ比べ大会。大会でした。おしまい。はい。じゃあ、今から3人で歯磨きをします。待って。もう入ってる。待って、すぐ入る。ガーン。はい、どうぞ。はい、じゃあ荷物の移動をします。じゃあ引き続き3人で着替えます。せーの、はい、着替えが終わりました。じゃあ布団を整えて寝ます。ただいま11時37分です。外の気温が 10.7 度、車内は19度です。おはようございます。ただいま7時28分です。少しゆっくりしてました。外の気温が 8.1 度、車内は 15.1 度です。それでは3人で着替えます。せーの、はい、着替えが終わりました。じゃあマロンの散歩に行きます。マロンの散歩をします。はい、今から布団を片付けて朝食の準備をします。マロンにご飯をあげます。昨日と同じささみの
てたやつです。なんかね、おつゆかけてあげてたけどね、手先だからね、大事です。ちゃんと綺麗に食べてね、ご飯こさないで食べて。マロン分かった人、はーい、はいはい、よし。今日は大容量のポタデンがあるので、ノンフライヤーを使って朝食を作りたいと思います。現在の残量は 35% です。はい狙ってる子がいる。こんなにいっぱいあってどうする？美味しいよこのパン。うまい。51ワット今使ってますね。そう、いくら省電源のノンフライヤーでもやっぱり1000近くの電気量を食うので、このバッテリーじゃないと使えないノンフライヤーです。お、あ、いいんじゃないですか。はい、はい、そしてバッテリー残量は 26% です。あと1枚焼けるのかじゃあ行きますね。よし、ピッ、火入れます。それではノンフライヤーと電気ポット同時に使えるのか入れてみます。はい、420ワット使うポットです。来ました。お、1360、まだまだ余裕ですね。バターを乗せて、はい、バッテリーは残り 5% でストップするように設定していました。ちょうどバッテリーが切れました。あとちょっとっていうとこね。うん、まあまあ沸騰しました。そしてこっちはパンはどうだったでしょうか。あ、いいんじゃない？はい、ね、チーズもちょっと溶けたところ、okay. はい、いただきます。チーズトーストに蜂蜜をかけます。蜂蜜、このノンフライヤーでパンを焼くと、うん、周りサクサク、ね、中ふわふわな、うん、なかなかね、ノンフライヤー電気食うから、うん、普段使えないんだけど、このバッテリーだったら使えるな。うん、電子レンジが悪いと思って使い始まったんだけど、うん、要するになかなか持っていけないってやつ。そうなんだよね、うん、RV パークで電源を利用するときじゃないと使えなかったよね、うんうん、マロンはパンを欲しがって、あ、ちょっと硬いかなマロンのパンここにある、いっぱいある、あるって、うん、マロン、あ、よかったね。あれ？うん、よかったね。あら、あ、パリコだ。ハチミツチーズ。よくピザ屋さんで、はい、あるでしょ。そう思った。うんうん。
それも甘いピザね、うん、蜂蜜かけた、うん、それだわ、うん、そこにねパイナップルとか、うんうんうん、あるとね最高にしてうんだね、うん、ママのとこペンチシャワシャワペンでこっち見て早いさしやはりかはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあ荷物の移動をして出発の準備をします。はい、じゃあ出発します。はい、道の駅日立太田でした。はい、今回は大好きなお蕎麦屋さんに来ました。はい。開店前なんだけど、すでに車はいっぱいでした。お蕎麦屋さん行ってきました、はい、いいともさん、はい、大好きなお蕎麦屋さんです。はい、はい、そこで、うん、視聴者さんに、はい、あのお声かけいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、嬉しかったですね。嬉しかったです。はい、はい、お蕎麦はもちろん美味しかったです。はい、はい、いかがだったでしょうか。今回の道の駅での車中泊、いいねと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。また見てくださいね。Okay.